かがまのチャンネル、はい、こんにちは皆さん。今回はですね、なんと袴田さんにですね、まあここまでそうですね2年半、もう今年ね、でもう3年目にこの里崎チャンネルがなるっていうところで、まあ日頃の感謝の意味も込めてですね、感謝祭というねところでですね、袴田さんにプレゼントしたいと思います。そのプレゼントはですね、まあパジャマなんですけど、やっぱりね、人間人生の中の3分の1から4分の1は寝てるからね。しかも大体3分の1から4分の1は家にいる、まあ、働くのも大事だけども、家でどう過ごすかっていうのが働く上では一番の準備として大事になってくるじゃんっていうところで、今回はあのリカバリーウェアっていうね、このね着心地がねめっちゃいいという里崎も持ってますけど、このパジャマを日頃の感謝を込めてですね、袴田さんにプレゼントしたいんですけども、ただ渡すだけじゃ意味ないんで、ちょっと特殊な渡し方をしたいと思いますので、あとは袴田さんが来るのを待ちましょう。本編スタートです。おはようございます。おはようございます。じゃあ袴田さん、早速だけども、はい、もういきなり撮影です。今日はもうアイドリングトークなしで、今日は今日いっぱい撮るんで、今日何本撮るんですか。はい、今日は100本撮ります。そうでしょう。ありがとうございます。すみません、こちらありがとうございます。で、大体30分喋ってましたもんね。そんな、はい、じゃあもうスタートアップですよ。もう今日早いちゃちゃっといきますから。いい、はい、まだ若干顔が起きてないですよ。まだですか。まだ朝までビデオですか。今日は1時半ぐらいまでにはしました。あ、じゃあ早いね。はい、6時間はちゃんと寝てます。あ、じゃあいい方です。いつも3時間ですからね。今日意外と寝てるんですけど、でも佐藤さんと のアイドリングトークでこうちょっと頭をこういつも働かせて臨むんですよ。だからあれって意外と大事なんですよ。大事なんですか。大事なんですよ。何だからこうパッてかあれすると全然頭働かない可能性あるんですけど、でも今日はちょっと時間がないんで、はい、いいですか。はい、はい、何話すか何も聞いてないですけど、はい、いつものことで、いつものことで、そうなことです。はい、はい、それでは、はい、じゃあこんにちは。今日はですね、はい、なんともう里崎チャンネル始まって、はい、まあもう2年半ぐらい経ちますし、はい、まあ、50万人今行けてたらいいんですけど、今49万8千人ぐらいっていうところで、うん、はい、まあ、今年ねまたまたいろんなこともやりたいし、今までもいろんなことやりましたけども、はい、今回はですね、なんとですね、里崎チャンネル企画、お、袴田さんにプレゼント。何プレゼント。そうです。なんかくれるんですか。そうなんですよ、今回。何？そんなに真剣に喜んでくれるんですか。いや、だって佐藤さんからプレゼントもらったこと一回もないから。だってプレゼントよ。はい、私前、誕生日に、佐藤さんの誕生日の時に見たよ、ケーキ入ってるやつ。そうもうサプライズになってなかった。すごい心を込めてケーキを作って、うん、はい、見たよ、こうやって開けたら、はい、それは佐藤さんが見ちゃったのが悪いわけで、私は心を込めてプレゼントしたんですけど、うん、佐藤さんからはなんか何ももらったことないなと思って。そんなに信用してくれるんですか、里崎チャンネルなのに。だって佐藤さんからなんかプレゼントくれるんですよ。でも本当何ももらったことない、よくあるじゃない、うん、夫婦とかでも今まで何もしてくれなかったのに、なんかちょっと花束ちょっとあげただけでも、うん、奥さんって今までもらったことないのにってなるじゃないですか。今その感じですよ。そうなんですか、はい、そんなに信用してくれるんですか、プレゼントをあげるっていうこと自体に。なんかもう何でもとりあえず嬉しいなって今思ってますよ。あ、いい絵をね撮れましたよね。え、ちゃっちゃじゃーん。どういうこと。袴田さんプレゼントあげますよっていうドッキリ。ちゃっちゃじゃーんっていう、はい、いや別にドッキリもない、なんか別にあれですよ、なんか驚かないというか。なんかもうちょっとこうなんか起伏くださいよ。起伏。感情の起伏。まあ、今回本当にあります、プレゼント。あ、本当ですか、はい、はい、今回はですね、はい、この袴田さんに、うん、パジャマを、はい、リカバリーウェア
はい、プレゼントです、はい、バクネっていう、バクネ、はい、うん、リカバリーウェア、はい、だからよくね、はい、インド派じゃないですか、超インド派です、自宅で、はい、あのネットフリックスばっかり見て、はい、韓国ドラマ、はい、大好きで、今もう海外ドラマにめちゃハマってます、アメリカの、うん、すごいハマってます、やっぱり家で、はい、やっぱり家にいて、うん、やっぱそのリラックスタイムが仕事に生きるでしょ。いや私もうルームウェア超重要視してますからね。重要でしょ、はい、その時に、はい、このバクネっていう、はい、このリカバリーウェア、はい、上下セット、はい、これを今回袴田さんにさらに頑張ってもらいたいっていうところで、プレゼントです。ありがとうございます、え、なんでこれにしたんですか。めっちゃ嬉しいんですけど、なんでこれにしたんですか。え、もういいですか。あ、もう来てるんですよ、もう来てるんですよ。あの、なんで今日なんか上着着たまま撮ってんのかな、そんな急いでるのかなと思ったら、来てるんです。 あ、これ、あ、もう俺は家でも来てるんだけどね、はい、すっごい着心地よ、軽いし、へえ。軽いなのに、うん、結構保温性高いんだよ、はい、だからこの寒い時期とか、うん、特に俺は良かったけども、だからなんか違和感全くない、はい、こうなんかゴワゴワ感とか、うん、窮屈感もないし、はい、ほんわりあったかさも感じるから、この家でいる時も自然に、うん、なんか着てる感が、俺が個人的な意見だけど、はいはい、それをいいのがあるからね。お揃いくれるんですか。あ、まあ、使ってよかったよっていう感じで。そう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 、はい、え、めちゃくちゃ嬉しい。しかもなんかね、うん、特殊繊維を使っていて、はい、着ることで、うん、非常にね、はい、着心地やすいっていうところがある、はい、じゃあ袴田さん、せっかくなんで生着替え、え、じゃーん、ちゃんかんちゃんかん、うわ、懐かしい、なにそれ、なんか懐かしい、このちゃんららら、しぶかん、生着替え、しないしないっすよ。でもせっかくだから、ちょっと着てください、はい、あ、今着てきていいんですか、うん、え、ありがとうございます。着心地、着心地、せっかくいただいたんで、はい、じゃあ今からちょっとモザイクになります、はい、ちゃんとちゃんとお手洗いで着替えます。着替えました。はい。え、出てきますよ。はい、いいですよ。ちょっとパナマって恥ずかしくない？でれれれれ、痛い。おお。いいですね。いいですね。サイズもぴったりじゃないですか。あ、サイズぴったりだよ、すごいぴったり、え、すごい着心地いい。じゃあちょっとそっち行きますね。はい、はい、着替えてきました。どうですか。あの、すごい、これ本当にすごいです。あの、パッと見ですよ、最初にこう出して袋から、え、なんか普通のパジャマだな、まあ、可愛いけど、うん、なんか着心地そんなにいいのかなと思ったんですけど、うん、袖通して着た瞬間に、あ、すごいって思いました。言ってたこと分かったでしょ。分かりました。軽いでしょ。軽、すっごく軽くて、肌触りがすごい良くて、うん、なんて言うんだろうな、あの、あったかさっていうのも分かるけれども、なんか着た時のなんかひんやりじゃない、なんて言うんだろうな、嫌な感じが一切ない、うんうん、肩とか凝らなそう、変な、ね、うん、肩周りもゆったりですね。肩周りもすごくいいです、うんうん。ちなみに、うん、今着ているこのパジャマなんですけど、はい、ただのパジャマじゃなくて、はい、疲労を軽減するリカバリー機能があるパジャマなんですよ。へー。で、特殊繊維を使っていて、着ることで全身の血流が促進されることで、はい、疲労が軽減できるらしいんですよね。へー、すごい、はい、で、この、バクネを出している、はい、あの、テンシャルさんという会社が、うん、結構興味深くて、はい、社長さんを筆頭に元アスリートの社員が数多く在籍しているベンチャー企業らしくてで、アスリート時代に培ったコンディショニングの知見をもとに、うん、バクネのような日常の生産性を高める機能性の高い商品を販売している会社なんです。で、あの、最近これね、僕もずっと着てて寝てるんですけども、はいはい、まあ、あの、ちょっとね、うん、コロナさんで、はい、きつい時も、はい、これを着てることによって、うんうん、楽な感じで入れたのはちょっと大きかったなっていう、ね、うん、ところもあるんで、うん、袴田さんインド派だから、はい、それを着て、はい、あの、ドラマ、うん、見てほしいんですけど、私はもう、ね、洋服にしろルームウェアにしろもう着心地重視なんですよ、うん、もちろんこれすごい可愛いし、うん、着心地がいいの で毎日着たい、なんなら3着ぐらい欲しいですで、なんか、あの、アスリートって、まあ、誰よりも体のケアこだわってるじゃないですか、うんうん、で、元アスリート集団のテンシャルさんだからこそ作れためちゃくちゃいい商品で、まあ、ビジネスマンの方も、はい、まあ、一般のね、うん、あの、主婦の皆さんもそうですけど、睡眠とか、はい、家でいることって重要じゃないですか、うん、で、仕事で結果出したい人とか、やっぱ次の日の、ね、に向けて、はい、しっかり家でね、
体を休めたい人にとっていい商品じゃないのかなと、うん、でしかもこの動画を見た人限定に特別クーポンを用意してもらっているんですよ、はい、だから袴田さんだけじゃなくて、本当は50万人記念で皆さんにっていうところを用意してたんですけど、はい、なかなかいかないのよ。そうですね、牛歩であとちょっとなんですけどね。そうだから今ねこの動画を機に皆さんの手で50万人にね、はい、してもらいたいんですけども、50万年記念で本当は行きたいんですけども、はい、まあ、袴田さんと同じように視聴者の皆さんにも、うん、あのクーポン用意してもらって概要欄に貼っておきますので、はい、まあ、ここからね季節向けの薄手のロンティーや半袖のバクネもクーポン使えるみたいなんで、はい、いろんな商品あるんでね、はい、皆さんそこをぜひチェックしてもらいたいと思います、はい、概要欄 で、 そうですね、皆さんだってあの購入していただいたら私たちとお揃いですね。そうそうそう、うん、一緒よ。あのこれ完全に今日から本当にパジャマにします、うんうん、本当あのお世辞抜きで、はい、本当着やすくていい感じ、いや本当にいいですね、うん、軽いし、あのズボンとかもあの今全身着てますけど、うん、なんだろう、あのお腹とかも締め付けが一切ないし、うん、かなんかねふわっとしてる。そうなの、ほわほわなんか着てるんですけど、着てないとかじゃないですよ。いい羽毛布団羽織ってますぐらいの感じ。本当にあの気持ちいいものが身にまとってますみたいな感じ。すごいです、うん、あの私気になってたんですけど、うん、あれですかこれ、あのヒカルさんとか紹介してました。私 見たことある気がして。あ、そうそうそう、一緒です。ヒカルさんとか、うん、あとラファエルさんとかが、はい、あのチャンネルでも、うん、この商品や展開してたんですけども、ま全く一緒のやつです。あ、そうなんですね、はい、なんか見たことあるな、なんか違うも一緒かなと思ってて。一緒のやつなんです。あ、そうなんですね。それぐらいいいんですよ、うん、へえ。これからね、うん、本当人気急中昇になるんで、はい、今のうちにね、うん、このクーポンせっかくあるんでね、はい、皆さんにまあ50万人間近、もしくは50万人になった、はい、感謝祭です。はい、わ、はい、かりました、はい、めっちゃプレゼントです。ありがとうございます。やった、嬉しい。え、3着ぐらいくれないんですか。あ、それはスタッフと交渉してください。ちょっと佐藤さんからのプレゼントでしょ。ちょっと3着ぐらいお願いします。色違い、じゃあちょっと連絡しておきますね。だからグレーと、うん、あとこれとあと何色あるんですか。黒黒系、うん、あ、じゃあそれ全色お願いします、はい、ちょっと連絡しておきますね、はい、ということで皆さんもぜひ僕たちとね一緒のルームウェアで過ごしてみてください、はい、概要欄チェックしてくださいね。